ピンポイントアミカタロウアマサ。好きな俳優さんはマキマキさん。グリーンバックを使って即興寸劇をしていきたいと思います。普通に寸劇をするだけじゃ面白くないので、今回は笑ってはいけない即興寸劇をしていきたいと思います。があるんですけど、これをね、皆さんに聞いてもらって、俺 C カップ。何の劇をするのかっていうのはゆいちゃんに決めてもらうんですけど、それの中に A から F までの役が書いてあるので、なるほど、それを演じたい。それになりきって即興寸劇を行いたいと思います。ということで、はい、早速寸劇やっていきましょう。イエーイ、レディオ。早速寸劇やっていきましょう。はい、アミカ好きな上から何枚目とか聞いて、上から10番目の裏でお願いします。9枚の裏、うん、お願いします。いきます。タイトル、両親への挨拶。うわやばいやばい。付き合っている彼氏が家に来て、両親と初めての顔合わせ、果たして結婚させてくださいということができるのか。A から F のカード引いてもらっていいですか。え、これめっちゃ大事。でも6じゃないの。めっちゃ大事なってこれやん。じゃあ A から F まで、アミカの役職から聞きたいな。はい、 A を見ます。はい、 A はお父さん。B は娘なんで彼女役です。あ、俺が娘なんだ。 C、 彼氏です。彼女のお母さんです。お母さんと娘の弟です。あ、俺なんの。娘のおばあちゃんです。両親への挨拶です。やーい、アクション。さん、今からハマコを彼氏連れてくるけど怒っちゃダメよ。それはちょっともう一度聞くけど、本当に私と結婚したいんだよ。当たり前じゃん。大丈夫かな。お父さん結構厳しいよ。ただいま。おかえり。ただいま。あ、ちょっと、あ、こんにちは。ちょっと待ってて。あまこ。はい。あ、ちょっと座りなさい。そいつが彼氏か。ちょっと待って。はい、ごめんお父さん。そいつが彼氏か。あ、いや、違う。いや、彼さん呼んでください。あ、彼さん。とりあえずやめね。こんにちは。とりあえずお座りください。ちょっとお願いします。お茶持ってくる、ね、お母さん、お母さんだけじゃダメか。あ、お父さん電話。俺に挨拶する必要ねえだろ。いや、聞いてほしいの。あ、じゃあ結婚させていただけるっていうことで。とりあえず先にちょっとお茶持ってくるね。ごめんね、お母さん。舐めてんのか。いや、あ、すみません。いい、私話す、ごめんね。小太郎くんって言ってホストしてるの。あの子ちゃんのことを本気で幸せにしようって思ってます。仕事辞める気は。ありがとう、お母さん。ないです。続けていくのか。はい、あまこがそれで幸せになるんですか。はい、思います。あまこ、しっかりしろって。どこが好きなの。顔だけ。収入はいくらですか。月15万。15万ってことですか。人気だけバレる。でもこっから、あまこを幸せにするために俺汗水流して働いていこうかな。あの子に悪いと思わないですか。女と思いません。ちょっとごめんね。ちょっと一緒場が悪いわ。お母さん、あ、ケンタ、あ、ケンタ、ごめんね。あの子の彼氏。弟のケンタっていうの。え、トロさんですよね。すげえ。紹介するが、いけそうって言ってたけど、みちこって言います。お医者さんに止められてるよ。お酒ダメって。みちこって言います。知ってるよ、私だっておばあちゃんと一緒だからね。みちこさん、お綺麗ですね。ちょっと何、たかし、おばあちゃんナンパすんだ。たかしです、たぶんみちこって言います。お父さんとお母さん、何否定してると思うけど、僕はめちゃくちゃ賛成で。ケータ、お母さんがハリウッドスターで、うん、お父さんは普通にみんなが毎日使ってるような企業の会社の社長だよ。はい、そうなの。けど知らなかったんだけど、私それ年金。お父さん、お父さん、じゃあ私ちょっと行ってくる。ダメよ。
1公演失敗、結婚できなかったから失敗だね。もう成功。ちょっと適当に配っていいですか、もう、うん、あ、そうしよう。これはうわー、どうしようかな。上から2番目でお願いします。2番目の表でお願いします。はい、タイトル取調べ室。うわー、警察だね。対面どういうことなんだみたいなね。ここは取調べ室。容疑者は無実を主張しているが、警察には証拠があるらしく容疑者を疑っている。激しい戦いが始まる。おー、これは面白そう。面白そう。無罪になればクリアみたいな。そうやね。A はベテラン刑事です。うわ、めっちゃ。 B は若手刑事です。お、だからここや、ここペアやわ。 C は容疑者です。あ、来たよ。 D は目撃者です。あー、目撃者ね。 E は容疑者の親です。パパ最悪やつ。もうカツ丼の配達員です。最悪やん。よーい、アクション。いい加減入ったらどうだ。俺知らねえ。自分で何をやったか分かって。何も知らねえって。何も知らないじゃねえだろって。どうしたの。あのな、何だ。お前は泣いてんぞ。お前は泣いてねえよ。お前なんでこんなことしてんって。こいつ何したんや。スーパーでお尻を出しちゃった。なんでお尻を出したんや。証拠あるの。目撃者がいるって言ってんだろ。目撃者か。おい、あ、おい、すいません、すいません、お時間。あ、あ、お前がこいつのお尻を見たってやつか。見ました。午後2時半、スーパーでお尻を出しているこの方を。午後2時に本当にお尻だった。お尻じゃないパターンとか、ね、紫あるだろ。桃スーパー、スーパーだ。ブドウが2つありました。ブドウこの下ね。上じゃないか。でも特徴としましては、グレーのパーカーでシュプリームの帽子をかぶった。そう、俺もそれ見た。こいつ黒じゃねえか。じゃあちげえ。落ち着け。でも僕は見た。俺だから話す。シチューだ。カツ丼お願いします。多分さっき頼んだと思ったんで。なんでお前は。まだ若えだろ。お尻を出すのは50からだと言ったじゃねえか。50だったら反対がねえのか。逆に。グレーのパーカーにシュプリームの帽子。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと見ろって。あれ、ハロさん。あ、こんにちは。あ、うちの同僚です。どうちの会社の同僚です。こいつだろ。お尻を見たやつの特徴、グレーのパーカーシュプリームの。キャラクターじゃないんで。え、じゃあお尻を出したのは。お尻を出した。いつも太郎くんじゃないですか。お前違います。目撃者を装ってな。それそっちだろ。お前何のために、おわ我の娘を。2時半に俺今からスーパーでお尻出してくるわって言ってたじゃないですか。予言してんだよ。おいてね。もう矛盾してんだよ。おかしいだろ。やめろよ。僕ウーバーかな。いや、すいません。あ、お金また。やめろよ。もう分かってんだよ。こいつなの。そういうのけど、なんでおい、お前、僕の可愛い娘を。綺麗だったんだよ。好きだったんだよ。あなたの娘さんが。ちょっといいか。親への挨拶をする場所じゃない。いや、待て。俺がお父さん。お父さん、俺が決める。お父さん帰ってもらう。話を聞いてもらっていいですか。もちろんだ。次の進撃は下から3番目の裏でお願いします。あ、いいね。タイトル UFO の墜落。うわー、田舎の田んぼの真ん中に UFO が落ちてきた。田舎の田んぼの真ん中に UFO が落ちてきた。すると中から宇宙人が。話を聞きつけた人がわらわらと集まってきた。なるほど。まあシンプルでね、こっからどう話がいくかって話ね。A は発見者です。おーい、宇宙人。うわー、うわー、警察官です。あら、田んぼの農家の方です。あー、ね、F は記者です。あ、記者。あー、取材者。 D、 飛ばされた D の子たつです。 D は、宇宙人かっこ子供です。かわーい。最悪良すぎやろ。タイトル UFO の墜落です。よーい、アクション。これ本物じゃん。本物じゃん。プロ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 
川さん、すごい。あれ見て、宇宙人。お客さん、ちょ、冷やかしとかじゃなくて、ほんまに UFO 来てるんですよ。すごい、これお客さん、お客さん、ピシャとかも読んだ方がいいです。あー、無理やわ。ほんまか、ちょっと、お前無理やわ。ほらほら、どうやって発見されました。え、もう普通歩いてたら、寝てて、プリッ、ちょっと、プリッ、UFO がない、プリッ、プリッ、プリッ。あれ、うんこだな。とりあえず、上のものに報告します。あ、お願いします。あ、なんか墜落したみたいな。あの、聞こえるの。あ、おわし宇宙語話せる。本当に。プリ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 。こちら記者の者です。プレイボーイの週刊誌の取材に待ってまいりました。すいません、プリプリにバレてると通報が来たのですか。プリプリプリ、ちょーちょーちょー、プリプリプリ、ちょっと取材を受けられてもいいですか。ごめんなさい。プリプリ、誰ですか。警察の者です。宇宙人の味方なのですか。ちょー、わめた、わしが翻訳したろ。プリ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 。みんな僕の話を聞いてくれ。お前宇宙人かって言ってんだよ。俺は宇宙人じゃない、地球人だ。俺はとりあえずこの宇宙人二人を宇宙に返したい。この畑あるじゃないですか、はい、この畑は本当はこのおじいさんの地下にある基地なんですよ。基地どういうこと。このおじいさんはあんた何言うてんの。お前宇宙人だ。最近のおじいさんにお前ってか。お前宇宙人だ。最近の若い子分からんわ。宇宙人なの。ってことか。ってことか。宇宙人の話し声聞く、分かるんだよ。お姉さんちょっと補聴器、補聴器、補聴器。お前ってことか。プリプリ、早く宇宙に返してあげて。おじさん何してるの。おじさん、おじさん、直せんで、わし直せんで、何言うの。 UFO、 UFO 直せる。わしはできた。もう少しだから。何言うからダメだ。死んじゃう、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 死んじゃう。その正体が分かったようだな、おめえら。あ、俺おじさんやかい。今の感動で。おじいさん何者ですか。記事に撮ってもいいですか。わし、バッと止まった。お前話進める気ないやろ。誰か助けてやろ、宇宙人。死ぬしかないやんけ。発見者頑張ってたね。そう、みんな俺めっちゃ頑張ってる、こいつ。エルバイトだ。もう関係ない。ティックトークかよ。こっちティックトークかよ。急にさ、なんかさ、変更したやん。変更したやん。あ、これあかん、これあかん、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 あか